今日も奈良県 YouTuber チャンネルりんぼうです。今日も伝説の旅へお連れしたいと思います。今日もほっぺが真っ赤っかです。成人式めちゃめちゃ楽しかったです。同級生の子たちもいっぱいいて、なんか見てて微笑ますかったです。周りの女の子たちがすごい可愛いすぎて、ずっと見てた、ぼーっと見とれた。あ、可愛い可愛い可愛い,い,い,いみたいな。だね、伝説の女優者、3連続で、 今日、明日、明後日,日と行きたいと思います。その後はちょっといろんな企画をやっていきたいなと思っているので、登録よろしくお願いいたします。それでは、伝説の旅へ、いってらっしゃい 伝説の女勇者忍乏そして伝説へもし敵が上に来たら <laughs> あもう始まってますかやだちょっと始まってたうんうん はじめまして、リンボーって言います。一緒に旅をしよう。前回の敵、あの、扇風機のやつ、言ってたじゃん。ガガガガって。すごい髪の毛をもうボッサボサにしたやつね。わからない方は1話前に、 戻っていただいたらわかると思うんだけど、よかったらそっちの方も見てね。確かあの扇風機、貧乏が小さい頃、通り通の練習をしてたのね。何回もできなくて壁に向かってやってたんだけど、思いっきり扇風機に当たっちゃって、バーボーンって潰しちゃったの。<laughs> 扇風機の蓋っていうのかな、こう、バリって外れて、戻んなくなっちゃって壊れたの。それで、どんだけ蓋をこうつけてもね、治らなかったから、 うちのパパスが紐でククククってちゃんとくくってくれてそれで扇風機が治ったってわけうちのパパスすごいでしょあの扇風機さいかにも呪いがかかってるみたいな雰囲気かま出してたから使いたくなかったからお尻に何年も入れてたのねそしたら前のお話みたいに敵になってたのびっくりしちゃった本当にそういうので呪いってあるんだよね 私も全然知らなかった何何モンスターなんか逃げてるなんだあのでっかい女はやばいやばいなんか殴りながら近づいてくるああなたはあの頃は じゃだだんだんはい、お帰りなさいません。いかがでしたでしょうかこの話は明日も続きますので、ぜひお楽しみに。一ちゃん最初の方にお話ししてた企画っていうものなんですけども、まあ、激辛ラーメンを食べたいなと思っておりまして、はい、そうなんですよ。 第3弾で前はね、あれでストップしてたんだけど、第4弾も続きもやっていきたいなと思っていまして、まあ、1ヶ月ぶりなんでね、そんなに辛くないと思うんだよね。うん。YouTube ライブでも食べたいなと思ってるし、激辛ラーメンを。うん。そうそうそう、いろいろ、はい、考えてるので、もうね、楽しみにしててください。はい、ってことでね、YouTube チャンネルリンボーで登録よろしくお願いいたします。 TikTok、Instagram もやっております。ぜひフォローお待ちしております。ではまた明日会いましょう以上、リンでしたまたねー